どうも皆さんこんにちは、マオと申します。今日はですね、このフォローバされないと死ぬというマジでフォローバックされないと死ぬというのは、まあ気持ちとしては分からいでもないというか、いや別に死なないけど、なんかフォローバーが帰ってくると嬉しいよねっていう話でございまして、皆さんはどうなんですかね、フォローバック。な、全フォロー返しやってる人とかもいるしね。どうなんだろうね、どうなんだろう、そこら辺は。逆に普通にさ、そのインターネットの活動とかしてない人がさ、やってるツイッターだと、もっと深刻な問題なのかもしれないね、このフォローバックをされるか否かってやつは。やっていきたいと思いましょう。僕はエータ、ツイッターが大好きな男子中学生だ。いや本当にね、俺若い頃にさ、こういうのなくてよかったなって心の底から思うよね、マジで。ちょっとすいません、 BGM 若干調整しますすいません。ツイッターが大好きな男子中学生。最近僕には悩みがある。マジでスマホとかちっちゃい頃あったら、もうマジ人生狂ってた自信があるわ、本当に。全く可愛い子にフォロバされないことであるちょっとそれなんかマジで運用ミスってるって絶対。さて今日もツイッターするか。ツイッターをするってな、ツイッターってなんか覗くってイメージがあるけどな、腰を入れてツイッターをするってのがちょっとよくわからんけどな、そういう楽しみ方あるんだろうな。お、なんだパソコンでやるのか。あ、可愛い子発見。フォローする以外の方法がないんだけどフォローする。フォロバ来るかなとりあえずファボバクと固定リツイートの RT、あと最新のツイートにリプしとこうっと。ファボバクってなんだ。あ、全部のツイートにファボつけるってことかな。俺されたいわ、ファボバク。ファボバクされて。固定ツイートの RT はまあ嬉しいもんだから。でも普通って何固定するんだろう。なんか俺らはなんか告知とかさ、そういうの固定するけど、どうなんだろうね。最新のツイートにリプ。なんてリプするんだろう。1時間後浮上してるのに、フォロバーはもちろんリプ返し、リプへのいいねもない。わあ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 、ゲームオーバー。いやちょ何これ。あ、フォローするが増えた、フォローするが増えたぞ。これ一番上じゃなくて、じゃあ2番目フォロー。なに、うわあ、どういうこっちゃい。うわ、なんかだいぶやべえことになったぞ。フォロバされないと死ぬがクライシスになったんだけど、痛い、体中が痛い。やばいよ、そんなフォロバされないたびに爆発してたらやばいって絶対。なんなのこれ、何かがおかしい。人生やり直しまくってんのかこれ、やばいな。そしたらじゃあフォローする4番目。痛い、うわーすごいよ、もうだ翼みたいになってるよ、翼授け。おいおいおい、だいぶやばいって、やばいって。もうフォロワーされないから死にそうなんだけど。痛い、何かがおかしい、やだよ、もう痛いのは嫌だ。いや、もう痛い思いしたくない。ちょっと待って、心の話してるんかこれ。助けて、痛いのと怖いのはもう嫌。なんか逃げらんないのこれ、逃げらんないの。フォロー、もうすごいよ、なんかタイトルゲーみたいになってるもん。なんかフォローばされないとかいう問題じゃないもんな、これ。何番、なんか正解のやつ選んだら生き残るとかあんのか。じゃあ一番上、あえてダメでした。何で咲いたの、すごい、わあすごいゲームオーバー。クワイエットすればいいのか。まだ僕気づいたよ、この世界ループしてる。ちょっとそういうメタな発言はプレイヤーも萎えちゃうからちょっと控えてほしいところがある。僕が殺されるのを分かってて画面、おい話しかけてくるタイプのやつだ。画面の前の君はフォローするを選ぶんだね。だってそれ以外選べないようにしてるんだもん。これどっちかっていうとデザインした質ミスだって。俺のせいじゃない。憎い。お前が死ぬほど憎い。ちょ。じゃあちょっと見切れてるフォローしたるわ。フォロー。おらい。何、痛い、咲き方が痛いよ。ゲームオーバー。真っ暗になっちゃったんだけど。いなくなった。フォローする。やっぱり。
フォローするを選ぶんだね。選べないじゃん。フォローしないってタグを持てよ。なになに怖い。え？あ？なんでなのね、なんでなの、なんで僕のことそんなに苦しめようとするのね、やめてよ、痛いのは本当に嫌なの、やめて、嫌だ、怖いのは嫌なの。なんかあれだな、なんか無敵というか、あの絶対に生き返ってしまうという能力を持ってるタイプの、割と気軽に死ぬ仲間が、でも死ぬ時は本当に痛みは伴うんだよって言ってるタイプのケニーみたいな、絶対にお前のこと許さないから絶対に殺、やめろ、中学生殺すと絶対言いがち、体を2つに裂いて、体を上下に裂いて、爪を全部剥がしてから、歯を全部抜いてから、金玉ぶっ潰して、なんでメンズ想定なんだよ、槍でついてだけなんかいきなりちょっと雑なのよ、中世が出てくるのよ、串刺しにしてから耳から槍を貫通させてやる、絶対に僕と同じ、僕以上に苦しめて殺してやる。おー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 、フォロー関係ねえのよ、フォローが、これ真っ赤に染まるまで、キャ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 じゃねえし、なんだこれ、真っ赤に染まるまで待たんといかんのか、これ左側気になるな、これ、えん、わー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 、びっくりした、出てきたってことか、ゲーム消えちゃったよ、おお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 お、びっくりした、え、わあ、しかもやばい、なんかフォルダの中に殺すドットセーブっていう、殺すドットセーブがリードミーの下にあるわあ、すごい、リードミーの下のところに1に少年2つに裂かれ、2に少年上下に分かれたれ、3に少年爪を失い、歯を失い、男を失い、槍に疲れる、4に少年首に刺され、5に少年耳を裂かれるみたいな、怖いのがリードミーに書いてあるんだけど、え、これもうできないのか、じゃあこの殺すドットセーブ削除したらどうだ、殺すドットセーブ削除してみたんだが起動するでしょうか、殺すドットセーブを削除したら、 あ普通に起動したわ、僕はツイッターが大好きな中学生だ、よかったね皆さん、フォロワーが来なくても気にしないようにしましょう、こんなことになってしまいますのでね、はい、気をつけましょうというゲームでした、ありがとうございました。